ありがとうございます。それではここで津田山 FC の福士健二コーチから一言ご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。はい、どうぞステージに ご登壇ください。はい、本来なら恩師である高田先生からですね一言お話をいただければよかったのですが、今年5月にですね、先生永眠されたことから新たに代表となった、福士より一言挨拶を、させていただきます。高田先生は、常々コツコツ真面目にやってるやつが最後には残るんだよと申しておりました。また箕輪選手のこともですね話されていて、箕輪は小学校6年の時は実力は5番目ぐらいだったんだよでも今あるのはコツコツ真面目にやってきたからなんだよと言ってました。天国では高田先生も見守っています。そして、津田山 FC のみんなも、ずっと箕輪選手を応援しています。だから安心して新天地でも戦ってきてください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは選手の方から代表で箕輪選手に花束贈呈となりました。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。箕輪選手という偉大な先輩を持つ津田山 FC の今日は生徒さんが80選手も来てくださいました。本当にありがとうございました。それではサポーターの皆さん、箕輪選手そして津田山 FC の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。箕輪選手、それではご挨拶の方をお願いしたいと思います。スタンドマイクの方でご挨拶の方お願いいたします。どうも箕輪です。僕は子供の頃、ここまでサッカーがメジャーになるとは、本当夢にも思わなかったです。でもこうやって、まあ、サッカー、まあ、川崎フロンターレあってですが、まあ、サッカーを通じてこんだけ、まあ、こうやって集まるのもここではフリーマーケットぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、このぐらい来てくれるっていうことに本当に、まあ、嬉しく思って、まあ、その力になれたことを本当に幸せに思います。まあ、まあ、こう見ての通り不器用な人間ですので、まあ、途中でレンタルという形で札幌に行ってしまい、まあ、他の子に頼んのじゃん、ちょっと皆さんに驚かせてしまって申し訳ない気持ちでしたけど、まあフロンターレにも、いい若手が入ってきて、まあ自分としても、まあ、フロンターレを思い、まあ椅子を開けて、まあこれから成長を続けるために、まあそういうことも自分の中では必要なのではないかと自分の中で判断して、まあ、皆さんに何も告げず行ってしまったことを本当にお詫び申し上げます。でもフロンターレはこのまま続きますんで、僕もまあ今回は札幌に行くということで、まあ、川崎の代表として札幌で頑張ってきて、また今まで皆さんとやってきた、ここまで築いてきた経験を向こうで、まあ、向こうにも向こうにいい温かいサポーターがいらっしゃって、皆さんと同じぐらい僕のことを大切にしてくれてるサポーターがいるので、まあその人たちのためにも一生懸命やっておきます。まあ札幌に行くとしても僕の本籍は川崎なので川崎をずっと応援して、まあ一緒に頑張って優勝できなかったのはすごく残念ですけど、必ずできるチームだと思ってるので、
遠い場所からですが、心から応援してます。あと長い間こんな不器用な人間を応援してくれてありがとうございました。宇野選手どうもありがとうございました。